リアングルだと便利ですね。寝て。バリ便利ですね。そうです。違うよ。あ、じゃがりこバリや。クロ先生殺されました。酒はいけてもじゃがりこ大丈夫。しかも L サイズですかね。じゃあ俺が買った。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。コンビニで買ったんだ。買ったんですか。何で殺す。知らんかった。めっちゃ怖いですね。あ、じゃあお疲れ様です。あ、もう入ってます。うん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。こんばんは。お茶入れようかな。もうちょお茶入れよう。入れたらいいですか。落ち着かない。腰が座らない。座らないっていうか座りが悪いですよ。まあいいか、これで。こんばんは。週刊を、君たち3回目だよね。そうそう。はい、週刊オカリナ誠、今回のゲストは高瀬敦史と、あのマッスルソウル田口です。田口智明です。セカンドオカリナ誠セカンドアルバムの、ドラムのレコーディングに滋賀県の我々がお世話になった工藤先生っていう僕らの高野の先生の、スタジオに来て、泊まらせていただいてます。お泊まり中です。修学旅行気分です ね、リラックスしてね。まあね、今回はまあ夏休み編、全然もう堅苦しいことじゃない。いい場所だよね。めっちゃリラックスしてる。おしゃれだわ、かっこいいし、イタレリだよ。イタレリ尽くせりです、ね。もうご飯が食べれて、ご飯ごちそうになっちゃった。ご飯ごちそうになって楽しそうだったね。めっちゃ楽しそうだった。先生と久々のね。いやいや、それはそうですよ。直属の弟子。直属の弟子。まあ教えてもらってましたからね。だから先生がすごいのはもう本当なんかもうみんなの名前出てくるのがすごい。みんなの名前出てくるのすごい。俺の知らない生徒ばっかりみたいな。すごい。だってもう二十何年いて。すごい。生徒の名前とか覚えてるんだね。すごい。いや、多分工藤先生が一番すごいじゃない。まあ一番とか言っちゃうとあれだけど、すごいよね。うん、一番ですよ。知らんけど。ちょっとあのそういうのはやめましょう。いやいい、ね。今回ね無編集だから気をつけて。最初のごちゃごちゃしてて配信してる。余計なこと言っちゃうとね。うん、ね、その石川君もね、まあ淳の先輩であり俺と同期で、ね、あの工藤先生のお世話に、まあ、お弟子さんですよ。弟子だけど、そのね、あの昔の映像をちょっと見れたよね。先生があの携帯で録画してた。まあだから僕にとってはあの SE 化の一番最初に SE 化っていうのはこういうことをする化ですって見せられる動画でしたからね。そのサンプル動画というか、ホワイトボードをずっとぐるぐる回して。あれはどういうことなの。なんかロータリースピーカーの実験らしいですよ。だからその音を出すもので受け取るものの間にあれなんだよね、その普段物を書くホワイトボードをあのくるくるさせてくるくる回して、このなんていうかあのロータリースピーカーみたいな効果は得られるのかみたいな実験らしいです。なんかそのオルガンで使われるレスリーっていう、まああれは横だけど横回転のねの再現みたいな、うん、やってみようみたいな。それをあの歯茎の石川君がこうやって回して、めっちゃ髪長い洋次郎の、めっちゃ髪もう鬼やっこかなって思った。鬼やっこみたいな。鬼やっこみたいな。で無駄に厚着してた。冬なのかなって。実は他にもあるんですけどね、多分。ああ、
なんかジャズバンドかなんかに髪を下ろしてフライング V でギターを弾くみたいな動画もなんか見せてもらった記憶ありますけどね。それこそ年に2回紅葉は大きなライブがあって、うん、その、まあ、半年に1回、ね、それはあの全部記録映像残ってるから石川くんがおしゃれな、ね、行動をバッキングだけやるみたいな。ただね、あの人面白いのはね、すっげえポップスで、あのメンバーももう7人8人みたいなポップスの、うん、あれでもネックベンドしてるからね。コードバッキングでね。そこはね、だいやもう譲れなかったんだろうね。なるほど。それをブルーノートでやってた。懐かしい。アイデンティティだ。そう。俺は石川くんと同じそのアンサンブルっていうバンドの授業は受けたことないんだけど、まあ気になって見てたよね。どんなとんがったことするんだろうと思ったら、まあコードをちゃんと弾き、リズムを守りで、あのまあ最低限の反骨心としてネックベンドすげえフライングベンド。ネックベンドって難しくない？なんかちょっとやるの怖くないですか？なんかそのままボッキン、そうそうボッキンボッキンで折れるから、めっちゃいそうだね。それちょっと鹿間くんに聞いてみよう。ネックベンドってギターに悪いの？何度下まで行ったらボッキン多分、 多分ね、何度とかはやばい。一度で結構無理してる。一度って結構すごい。いや結構すごいと思う。だってだ、まあ。ね、アームだったらバネついててあれだったらまだね、うん、確かに。だってチョーキングだって一度動かすのにまあまあありますよね。まあそうだね、まあ弦は切れないにしてもチューニングはちょっとあれ、うん、くるくる一度は結構あるよね。確かに。だから1音半とかになるとものすごいチョーキングしなきゃいけない。でもレイラのリフなんかね2度ぐらいあるってもんね。あれあの同じフレットでやってるから。レーレー違ったらどうしよう。今回無編集だから怖いわ。あともう裏取れないから。知らんわ。ノーカット。いやもうそれだから編集したらいいんじゃないか。最近めんどくさくって。そっちが本音でしょ。そっちが本音でしょ。週刊オカリナマコトではあの編集アシスタントを募集しています。こちらまで。もうこれここで編集しないといけない。最悪。ここで編集しないといけない。もうここ編集一番やってほしくない。マッスルソウルの時に大変だったもん。ここに出します。そこに出さなきゃいけない。あーはいはいみたいな。それよくあるんだ。楽しくやっていいけどね番組。ここから先結構面白くって、あの鹿間くんの2回目もあるし、その撮る予定だと結構ちょっと幅も広がって、ジャンベ作る人とか、うわーすげえ、あのピアノの調律師とか、うん、面白そうじゃない。面白そう。そう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 、なんかあのジャンルが変わってるじゃん。なんかどんどんこうミュージシャンというよりかは、うん、支える人たち、うん、まあもともとなんかそういうの好きだしね、うん、携わってることもあるし、まあ、てか楽器作る人とかもいますから ね、スタジオコロンカイパート2があってもいいしね。スタジオコロンカイいいですよ、ね、なんか今度、ね、シンセ並べてみたいな、うん、シンセのやつやりたいねって言ってましたね。結構、うん、結構あのシンセ好きな粒を揃えることはできます。うん。新生好きな野郎たちを。野郎たちを。なんかね、ちょっとなんかその参考人が一人いるとしまるかもね。参考人。その80年代を知ってる人みたいな。いっちゃん詳しいやつ。うん。まあちょっとね緊張感出ちゃうかもしれない。そう。言葉選ばないといけない。なんかダラダラできない。そうね。怖いやつだったら怖いもんね。はぁとか。違うよ。
すいませんみたいな。それは嫌ですよ ね、うん、なんかないそのアイディア的な、こんな会があったら面白いんじゃないか。で一応今後なんかその業務的なやつは結構ネタがあって、うん、まあ、ミュージシャンも、まあ、その俺が、まあ、の飲むような間柄の人だったら、うんうん、先輩とかね、今度のりたけさんとか、おドラムのですか、そうそうそう、とか、まあ、もう結構レギュラーに近いけど、そのスタジオエマージェンシーサンキューマイプラットの小川くんが今度あのケーブル、ケーブル会、ケーブル会、ケーブル会、それめちゃいいな。ケーブル会やってなかったんですか、むしろ。そう。ケーブルっていうか、その多分ギターシールドに特化した感じになると思う。僕ベルデントモガミちょっと余ってますよ。何が？ケーブル余ってる。余ってる。何余ってる？何余ってる？だから何？使います。いらないことないじゃん。あでもそれ嫌だったら前サンプルで撮ったやつがあるんです。そうだそうだ。2アンプとね。ねえあのそうまあまあまあいいか。今は宣伝しなくても実はもうね。そうまあなんかね一応アイディアはあるんだけど。ケーブル会。まあケーブル会とちょっとに似通ったものになっちゃうかもしれないですけど、楽器の改造とか。もう上がってる、もしかして楽器って何、ギターじゃなくて、いや別にエフェクター、まあ、エフェクター作ったりとかでもいいし、その宮川さんストラトに、うん、あのねキルポットつけたじゃないですか。だからああいうのの改造をとか、まあそあこまでいくとちょっと本格的であんまりその誰でもできるようなことじゃないかもしれないから、まあ、例えばピックアップの交換とかだったり、それはもうなんかあれじゃん、ギター職人でなんか一つ収めれる感じ。まあ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 。あ、意外となかった。エフェクター界で。エフェクター界は多分詳しい人が周りにいっぱいいるから、うん、結構ありだと思うけど。ね、その10ぐらいまで、その10ぐらいまでできるんですか。2ヶ月半。いや本気出したらねそんなもんじゃないですよね。ファズで3周いけんじゃない。ファズで3周はいける、うん、結果よく分かんないみたいな。わ10周だわな。結果踏んでから考えろみたいな。ただ一抹の不安なのがそのエフェクター好きの人を呼んで話が面白いかどうかが微妙だよ。うん、エフェクター好きの人って往々にして話は面白くないって。むちゃくちゃ言う、むちゃくちゃ言う。あー P 入れれないか。名前すごいいろいろ、なんかそのこの辺の共通でねあるんだけどね。いやエフェクター作ったり改造したりしましょうよね。何番組で、うん、いやーその何そのロケしてその制作過程をどうやってこととかしましょうよ。地味ですよ。しましょうよはいいしとるんだけど、そのなんていうのさ、アテンドはお前はしないじゃん。まあ、だからでも放ってるだけですよね。ああなるほど。うん、僕もこの間最近作ってもらったやつ。ね。ね。ファズ。歪みね。うん、すごくあのなんだろう。見た目がすごいあの業務的だよね。うん、すごくライブシーンでもバッチリ。俺のフィードバックを受けてちゃんともうなんか反応してくれるような人なんで、もうエフェクター作る人ってこういうのがいいなって、もうなんか人と人でこうやって、そうね、で実際2人で音聞いてこれいいねみたいな、そういうところ、そういうところ映せたらいいんですけど。いやね、その、うん、絵はやっぱ面白いからね、うん、そのなんか寄りが多いじゃん、ね、結構飽きないと思う。寄ってそうそうそう、最後それ持ってスタジオ行って、そう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 、鳴らしてちょっとヤシ電気つくしランプで、あの
ケーブルつないで音出すっていう。で音出なかった出なかったその場でカチャカチャみたいな。またジョリーノエルになってみたいな。なんかね、その今池というか内山にもあのエフェクターを作ってる、まあ、自分で起業した人がいて、まあ、結構そのモジュラーとかそのコンパクトなシンセみたいなほうほうほう作ってる人がいて、結構ライブとかやってるんだけど、その一応その個人でやられてる人で面白いと思うんだけど、なんかいかんせんがマニアックじゃんね。マニアックですね。マニアックですけど、まあ流行ってる流行ってる。テーブルトップのガジェットってそうそう、ね、よく見る。足元ではなくなってきた。そう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 。でテーブルもなんかキーボードスタンドにボードじゃないことが多い。ああ。なんかその靴箱のなんかそのディスプレイ用のやつとか。うんうんうん、なんかハンドメイドで高級なイメージはありますね。そういうの。うん。そうそうそう。まあ面白そうやね。俺がどこまで切り込めるかわかんないけど、まあそれは完全にありだよね。いいと思う。そのなんかひとまとめにしずにその小分けで水化していくのはありだよね。だからまあエフェクター界っていうところでざっくりしちゃったらあれだけど、まあ、最終的にそのなんかローランドの人との営業の人と連絡取ってちょっと喋ってもらっていいですかみたいなのになったらボスとかもね取れるしね、なんてね。で結構その俺がやりたい究極で言えばその大手企業の営業の人とこういう、うん、この絵で喋れたらめっちゃ面白いんじゃないって思う。酒飲んで。そう。もうだから、ね、別に酒飲まなきゃいけないんですか。あ、それ聞いちゃう？あ、でもそれは聞きましょうか。酒飲む必要があるかどうかっていう。必要があるかどうか。一応なんかその体は守っておきたいかなってちょっとあるんだ、うん、そういうあるんだ、そういう企画です、うん、そういう企画なんで、なんかそれちょっと続けちゃってるじゃん、うんうん、まあスタジオエマージェンシーかあの部屋の中で結構撮ってるからあれだったけど、まあ、そういう企画であるとまあだからまあ今我々も今いやいや飲んでます。というか仕方なしに。え、っていうかもう、そう、うん、いやもうっていうか寝る直前にオカリナですみたいな感じで呼ばれて、ねここの上にあの寝床があるんですけど、寝床がねあるんですけど、電気消して寝ようってなったら、僕と田口君は。そう、カメラ持ち出してもうね、もう完全に田口くんなんてもう完全にブランケットかぶっちゃって、もうブランケットかぶっちゃってもうでもザ・タイマーもセットしたし、オカリナですみたいな文春みたいな全然違うじゃん全然違うじゃん始まりましたじゃあ お前みたいなやつがあれだよ、そのメディアに出て悪い新聞書くそんなこと、お前みたいなやつが湾曲した報道をするしないしな しない見出しで引きつけるタイプですよ、日本の悪だ、ちょっといや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 、ちょっと過激15分だけねお願いしますそのこと、まあ、15分つってもうね19分もあって19分もあってけど、まあでもこのロング缶の時点でそれはもう察してほらほれさもうわざ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 だっていやまあ本当なんかそのなまあね少ない人かもしれないけど見てる人に説明するとその今日レコーディングだって言ってある程度買い出しそのビールなりシャンパンなりみたいな感じで持ってきたんだけどまあなくなって全部飲んじゃったくさん飲んでいい感じになってきたねじゃあ明日バッチリ起きようおやすみなさいって言ってからおやすみなさいオカリナですで収録しよ うでこれしかないよなってなったら、まあ、ちょっと足んないねってなるよね。そうそうそう。で、まあ、今にも寝る
万全の先生のとこ行ってすいません宮川と言います絶対言ってないでしょ絶対言ってないでしょ大変恐縮で申し訳ないです先生冷蔵庫になんかビールっぽいやつありますちょっと本当にいい加減にしてくださいよ俺が一番もうその辺美しいから礼儀作法こんだけよくしてもらってこの上まだ今度お酒までお酒もらってそうなんだ、まあ、なんとも言えないです。じゃあ怒られますよ、これ。お金払ってんの、俺は。いやいや。あ、ピー入れれないわ。それでも、まあいいですわ。いや、もう、俺はもう、こんな日があったら、もう、俺の恩はもうすごいから。後々の恩がすごい。もう帰ってくる恩が。後々の宮川でもう地元ではもう名を馳せて後々の宮川そうもう後ろ指刺されてたからねその岐阜駅とかであっ後々の人だ後々のちょっとよくわかんない後々の身の人だ、ね、後々の身あとって感じめっちゃ出てくる後ろ指刺されてそうそうこの本収録じゃないからこういうつまんない話もなんか流さなきゃいけない恐怖感は多少ある本当にこれ短くしないと1本で収まらないあじゃあ2本いいですかいやもういいもうじゃあもういいみんなもういいここで締めてあとまあこれを飲み切るだけの十数分だじゃあもう眠いってもう今何時ですかまあまだ10時40分いや違うだもう2時前だよまあでもいいんですかねそのドラムをレコーディングしてて今その作ってるものがあってっていうことは宣伝的な、うん、ああねぜひ2週目でね冒頭でねこちらまで入れまくったろいや申し訳ないけど楽したいんだけどもうなんかもういいちょっともうなんかすげえ悲しい話になるけどめっちゃ大変なんだよ最近もうほんともう忙しい、ね、詰めのも忙しいまだ貸しできてないんだよねお来週新潟でめっちゃ怒られると思ってっていうことでちょっと1回終了今週こういう感じでお送りしましたなんかもうね終わっちゃうあれだからそうですねいい次週もこの感じでやります、はい、T シャツ着てますかっこいいT シャツ着てますそれぞれナチュラリズム好評発売中ですすぐ着た